池の旗やぶそばは、東京都文京区湯島三丁目にあったそば屋店舗。1954年創業、2016年閉店。東京名家半繁盛杖、団子坂やぶそば、つたや三輪の伝次郎、明治35年。池の旗やぶそばは、1954年、並木やぶそばの初代、堀田勝造の三男堀田鶴尾が創業した。もともとやぶそばは、 1880年、浅草倉前の蕎麦屋、中佐の四代目、堀田七兵衛が、神田連寂町にあった、津田屋の支店、団子坂支店、矢部蕎麦ののれんを譲り受け開業したのが、現在の神田矢部蕎麦の始まりである。その後、1906年、江戸から明治にかけて一世を風靡した、名店、団子坂矢部蕎麦、津田屋は、三代目。 三輪の伝次郎による相場の失敗により廃業に追い込まれた。廃業後のヤブそばののれんは、神田連弱長の神田ヤブそばに受け継がれた。神田ヤブそばの初代、堀田七兵衛は、長男が早死にしたため、本店を次男、堀田平次郎に継がせた。その時、すでに京橋で蕎麦屋を始めていた三男、堀田勝蔵には、京橋の ヤブキンという当時の有名店を買い取り、その店を持たせた。その後の1913年、京橋の店が借地だったため、地主に土地の明け渡しを求められ、浅草並木町に移転し開業した店が、現在の並木ヤブそばである。並木ヤブそばは、1945年、第二次世界大戦により消失したが、1950年、初代、堀田勝造と産乱。 堀田鶴つおにより店を再開した。その後、長男、堀田平七郎は、日本橋三越の支店を担当していたが、並木やぶそばに戻ることになり、三男、堀田鶴つるおは、上野の池の旗に店を出すことになった、池の旗やぶそばの始まりである。やぶを三夜の一角を担う店として知られている。おひいき筋から、雷門のやぶとも呼ばれている。また、そばの文化は、 江戸時代に始まり、江戸生まれの、やぶ、大阪が、紀元の、砂場、新州出身の、さらしなは、老舗を参加と呼ばれていた。雑誌がや蕎切雑誌が焼きしもゴ前茶屋道書やぶの、蕎麦、俗江戸砂後恩公明石赤五貫、菊岡千料著、享保20年より抜粋団後坂あざやぶした上に、あり、と下各区に支店を有し、 やぶそばの有名なるものまず指をこの家に屈す。苗代は正路にして、他方最も固く、そば通りの称賛するところなり。その地また長望看画にして、庭再起草あり、古いあり。勝者たる、利座式数多く、幕府その間にあるをもって、大手、三福の苦熱を使用するもの多く、ことに菊花の気候には、収穫雑踏し、虚しく門外を理解るもの少なからず。 東京名物市、やぶそば本郷区駒込千線田木林町、三輪の伝次郎、明治三十四年観光、より抜粋前提に被爆を作ってあったので、農業の客にぶりまったことは、非常なものであった。客のために備えた百五十枚の浴衣が、常に不足をしたと言われたくらい、まさしたものだ。それに団子坂に、菊人形の持った頃には、お砂お砂の人手で、この自分のやぶは、 朝から晩まで人足が絶えなかった。公園一帯は、妄想地区の藪であったので、蕎麦の道具は多く竹細工を用いた。蕎麦通、明治年間に廃絶した店より、抜粋岐区の名所と藪蕎麦で、団子坂はことに、江戸上長が深かった。藪蕎麦没落して、より二十年、吉家団跡を経って、より十六年、かくて団子坂の名は、ありし昔を、忍ぶよすがに過ぎなくなった。 やぶそばの一門大きが中に、連尺町の支店は、集房を追うて、その境あるの連を預かるに至ったが、支店とはいえここに移ってから、すでに四十四年を経た、一角の老舗である、評判のよろしい森と掛けの汁は、本節の上物に、調子の髭伝で銀製し、塩梅上手にできている。その特徴とする茶そばは、ただ、色付けをしたのみで、 あえて原料が違っているわけではない。元来そばは、うどん粉を混ぜて、つなぎとするも、あまりにその量が多ければ、仕事は楽で、ちょも、多い代わり、そばの味を悪くするので、信用第一の店では、納付だけ、うどん粉を少なくするが、おっとれには、仕事の困難と、手数とお免れがたい。左レバーしくも他より一等値を抜くからには、ただに知るが、 か味みしいだけで、やぶそばの今日が、築き上げられたわけではなく、うどんこの配合その他に、特別の注意を加えた、そばそのものの良質と相対って、その名を挙げたものと言わねばなるまい。食案ギャ東京の巻、菊そば、奥田健二郎著、大正14年7月10日よりは衰。ありがとうございます。